どうもこんにちは。前回新海誠最強キャラをやったんですが、コメント欄で人間だけじゃなくて上位種も含めてランク付けしてほしいと言われて、まあそういった意見を見続けていくうちに、やっぱり自分もその上位種を入れてやり直したいと思ってしまったので、今回は全員参戦させて新海誠最強キャラ議論に決着をつけようと思います。今回新たに登場するのは、星の声よりタルシアン、星を追う子供よりシャクナ・ビマーナ、君の名はよりティアマト彗星、天気の子より龍神、スズメの戸締まりより大臣、左大臣、ミミズ、ソータ、イスバージョンです。では早速やっていきたいと思います。まあいきなり上位賞をやる前に、前回のランク表が結構賛否両論で、自分も皆さんのコメントを見て、あ、確かにここ違うなって思った部分も見つかったので、ちょっと修正しました。新しいランク表がこちらです。 A と S の間に A プラスを投入して、そこに穂高、ひなさん、スズメを入れました。まあ穂高とスズメちゃんがランクが上がって、ひなさんが S ランクから1個下がった感じですね。穂高とスズメちゃんの2人は超人すぎて、上げた理由を言わなくても分かってくれると思うので割愛します。ひなさんを下げた理由としては、前回ひなさんは雷を落とせるから S にしたんですが、おそらくああいった能力は自分の体を代償にしてると思うんですよね。無限に雷を生み出せるなら間違いなく環境クラスですが、自分を犠牲にして効果力を放つあの立ち回り方は正直周回でしか使えないので、このランクにしました。ただこの後に出てくるとあるキャラクターと組み合わせることによって、ひなさんのランクは一変するんで楽しみにしててください。まあ A プラスはそんな感じですかね。あと下のランクも結構いじってますが、特筆すべきからは芹沢さんですね。前回思考停止で D ランクに置いちゃったんですけど、皆さんの意見を聞いて、映画を2回目見に行った時に、確かにね、こいつは D ランクじゃねえなとは思いました。そして新海作品に珍しい成人キャラでもあるので、貴重にしたい人材であることには間違いないでしょう。それとソータくんの椅子もここ A にしておきました。シンプルに跳躍力がおかしいという一点で、まあ、A ランクで問題ないかなって感じですね。まあ以上かな。ではそろそろ本命に行きましょうか。ちなみに S ランク以上になると、一部のキャラを除いて精神力や行動力が全く通用しない領域になってしまっているので、どうぞご了承ください。まず S ランクはこちらですね。大臣と左大臣の2匹です。要石としての役目を2匹とも全うしています。この2匹の間には明確な上下関係こそありますが、今回の新海誠最強キャラ議論において、その上下関係はまあどんぐりの背比べみたいなもんだと思います。なので同じランク帯にしても文句はないでしょう。左大臣は玉木さんに取り付いて闇を見せる部分がありましたが、あそこだけ見るとすごい悪い役に見えますが、あれってね、実はいいことしてるんじゃないかって思うんですよね。この後のことを考えると、玉木さんの本性を全てぶちまけたのは、なんかスズメちゃんと玉木さんの関係を良くするために、なんか最終的には必要な行為だったんじゃないかと、なんか個人的には思えてきます。あと動画と関係ないですが、大臣ってなんかマドカマギカのキューベに似てますよね。なんか見た目といい性格といい、大臣にデジャブを感じたのはそのせいなのかな。関係ないですね。次に行きたいと思います。 SS ランクですね。次は SS ランクはこの2キャラです。ミカコちゃんは前回 S ランクだったんですが、今回天井が高くなってしまったので SS に引き上げました。彼女に関しては特に言うこともないですね。これからもタルシアンから地球を守り続けて一生を終えてください。次は天気の子より龍神ですね。深海ワールド、災害御三家の中の一体ですね。シンプルにひなさんの上位互換って認識でいいのかな。作中明確に強さを示す描写がなんかなかったから、難しいキャラではあるんだけど、よくよく考えれば天気の子のラストで東京があんな姿になってしまったのも、まあ、こいつが原因みたいなもんですよね。影響力の強さも含めて SS ランクで間違いないでしょう。ただ新海作品の災害御三家の中では最弱ではありますね。東京に雨を降らし続けた破壊力は凄まじいですが、ただ人類はそれでも生き続けている。天敵である穂高を殺せなかった時点でこいつの負けです。まあただ雷を無限に撃てる描写とかそういうのがあったら、まあ SSS ランクトリプル S に昇格してもいいかなって感じですね。では次 SS ランクですね。もうこちらの3方です。ここからは本当にヤバいキャラ揃いですね。まずタルシアン、星の声に登場する地球外生命体です。人類に敵対的であることから、他の上位種と違ってドストレートに危険な存在であります。
小型種は、まあ、ガンダムと同じぐらいの大きさですが、大型種になると戦艦クラスで非常に厄介ですね。小型種ガンダムと同じぐらいだったかな、すみません、ちょっとそれを忘れました実際に NASA の調査隊は火星でタルシアンに全滅させられました。マブラブのベータみたいなやつですね。ミカコちゃんとノボル君を引き離したタルシャンを僕はね、正直許せないですね。そして次はちょっと待って、テッシーここおかしいかな、どうだろう、わかんねえ。これで果たして正解なのかわかんねえ。まあ前回の動画のコメント欄でそのボンバーとか言われてて、ちょっとさすがに吹きました。上位種みたいな規格外の戦闘力とかが確かにあるわけではないですが、なんかそういった物差しとは全く別の部分でやばいとは思います。一般人の中では間違いなく頭一つ飛び抜けていますよね。小高とテッシーを同じランクにすべきっていう意見がちらほらありましたが、ちょっとねそれはテッシーを舐めすぎですね。小高があそこまで犯罪まがいなことをした理由って、ひなさんを失ってしまう可能性があったからなんです。大事な人を失う可能性があるなら誰だって多少は行動できるはずです。でもテッシーにはそういった重たい理由が全くないにもかかわらず、ただミツハの予言とオカルト雑誌の影響を真に受けて施設を破壊したんですよ。小高がこんなやつにかなうと思います？そういった点も含めて一般人の中ではもちろん最強格ですね。君の名の頃は新海さんはまだバランス調整がうまくなかったみたいで、こういったぶっ壊れキャラが生まれてしまったんですね。 SSS 最後はスズメの戸締まりのミミズですね。ごめんなさい、インターネット上でミミズの画像を見つけられなかったんでこんな分かりにくい表示になっていますが、お許しください。まず一般人には姿すら見えないとかいうわけのわからない、バグの状態のまま日本に災害を引き起こします。実際作中では東京を破壊しかけました。あれを見た時はマジでゾッとしたし、本編で大暴れしていた様子を見て、まあ、人によっては新海誠史上最強の存在と言いますが、僕はその最高ランクの EX エクストラのメンツと比べると一歩劣ると思います。というのもミミズの致命的な弱点としてちゃんと対処法が見つかってるってのがでかいんですよ。大暴れさせたら間違いなく環境キャラにはなれますが、対抗策がすでに出ている時点で本来の力を発揮できないので、今の段階ではここに置くべきですね。ソータとスズメを軸として大臣、左大臣をサポートに置いた編成であれば安定攻略は可能なんで、皆さんもそこでつまずいたらぜひ参考にしてくださいね。お待たせしました。上位種を含めた新海誠最強キャラはこの御三家です。まず最初に紹介するのは星を追う子供よりシャクナ・ビマーナです。こいつはね、マジでやばいです。まあ、戦闘力ももちろん強いんですけど、そのシャクナ・ビマーナの特殊能力として、願いを叶えたい人の体の一部を生贄にして死者を蘇らせるというものがあるんですよ。これがね、もう普通にぶっ壊れてる。使い方次第では見栄え的によろしくない立ち回り方ができちゃうんですよ。例えば新海作品の最弱キャラを呼んで、その体の一部をシャクナ・ビマーナに捧げます。そうすると死者を蘇らせられるので、そのもし自分の持ちキャラが死んでいたとしても復活できるんですよ。これがシャクナ・ビマーナの真骨頂です。特にヒナさんとの組み合わせが反則級に強くて一時期環境を震わせました。まずヒナさんが雷を落としまくって攻撃します。人柱効果で死んでしまった場合でも、手持ちの雑魚キャラを生贄にしてヒナさんを蘇らせて再び雷を落としまくるループ攻撃ができるんですよ。ただそれだとあまりにも強すぎたので、映画本編では生き返らせられるのは対象の人間の魂だけにして、肉体は生贄にした人物のものを使わなければいけないという調整がかけられました。ただ魂だけ蘇らせられるということは、本人の人格そのものが武器になる穂高やテッシー、スズメちゃんあたりには効かない調整だったりするんで、まあね、調整こそされたものの、まあエクストラのままかなとは思いますね。次はティアマト彗星です。もうシンプル最強、糸守町絶対潰すマンとして登場したティアマト彗星ですが、ミミズと違って対処法が存在しないんですよ。どうあがいても糸守町を守ることができない理不尽の象徴、未来から記憶を飛ばしたチート高校生タキ君と人類最強のテロリストテッシー、町内放送を乗っ取った魔性の女さやかちゃんの3人がいても町民を救えるかどうかの駆け引きにしかたどり着けない。しかもこのパーティーをもってしてもメタ同然の立ち回り方が求められるので攻略は非常に困難ですね。さらに恐ろしいこと言うと、作中で活躍したティアマト彗星は全体のほんの一部なんですよ。
糸守町に落ちたティアマト彗星は直径40メートルレベルの大きさなんですけど、彗星本体がもし落ちてきたらもうね、何もできない、祈ることしかできないですよね。もう最強の存在の一角だと思います。ラストを飾るのは雲の向こう約束の場所のさよりちゃんですね。新海誠最強キャラ議論もいろんな場所で見かけますが、なんでさよりちゃんの名前が上がらないんですかね。なんか扱い方こそ難しいけど、ぶっちぎりで最強キャラだと思います。前回の動画で説明したんで今回はあんまり取り上げませんが、彼女がいなかったら普通に宇宙が滅びますからね。ティアマト彗星とかタルシアンとか、なんかそれどころじゃない感じが正直します。まあ、こんな感じでいいかな、どうだろう。なんか名だたる上位種と並べると、なんかテッシーの位置さすがにおかしいかなもうマジでわかんねえ。でも S ランク以下にするとそれはそれで変なんだよな。こいつだけどこに置くのが正解なのかさっぱりわかんないっすね皆さんは誰が最強だと思いますか？意見があったらぜひコメント欄に書いてみてください。てなわけで本日の動画は以上です。ありがとうございました。